構いいんじゃね？思いつきで書いたけど、まあ、動きとかいいじゃん。ほら、なんでちょっと斜めなんですかね。悪くないかもしんない。いいなあ。ただあれだよね、残りのラインがまだ3000以上あんだよね。半分以上あんだよね。どうしよう。もうなんかちょっと前の肉みたいに内臓を継ぎ足しまくってひたすらラインを消費するってのもありなんだけど、やっぱ腕とかつけないと強くなんなさそうだよね。どうしよっか。もう水色ないんだよね。多少あるけど、やべえな。前回森田くんのなんか体の文字とかに無駄に使っちゃったもんな。もったいねえことしたな。青紫とかいっぱいあんな、青系統だと。よし。じゃあ、こっからが腕の見せどころだな。よし。あと、こうして、で足どうしよう。青系統の色がなんか全部中途半端な数しかないな。青系統以外の使っちゃうとちょっとな。空色が800ある。なんかちょっとそれはしっくりこない気がするから、足どうしよう。どんな感じにしよう。こっち側から描いた方がいいか。こういう感じ。だいぶ慣れてきたよね。ちゃんと足っぽい足になってんじゃん。いやー、人って成長するもんだな。こうして同じように描けばいいわけでしょ。色足んなくね、これ。あ、足んねえわ。まずいな。水色の方がまだ多いか。やべえな、足ちょっとちっちゃくするか。なんかそれバランス悪くて気持ち悪いな。どうしよっか。このままなぞっても色足んなくなりそう。あ、ギリギリなんとかなるかな。あ、なんとかなった。なんかちょっと、接続部分がすごいなんか小さいけど、設置面積が、まあ、とりあえずいけてんな。あとラインいくつだ。まだ線もあんの。どうしよっか。もうこれで完成形でしょ。ほら、もう超強そうじゃん。かわいい。よし。あとはじゃあ、肉方式で内臓を作るか。しゃあない。あんまり魅力的な色じゃなくて、たくさんあるの。灰色とかいいね。2000もある。内臓の作り方も学びましたよ、大体。こんな感じにして、ほら全然見えない。上手くなったもんだね。プルーンも作ろうか。なんかいろいろいろんなパーツつけた方がいい気がする、なんとなく。ここにポイント作って、頭の頂点にポイント作って、でこうやってなんか内側をこう体のラインなぞるようにしていけば、ほら全然見えないように内臓を作ることができる。内臓っていうか、なんていうの、残りライン284、このまま作っちゃおう。よし、いいんじゃない。ほとんど使い切った。ほら、ちょ、あ、ん、なんか今一瞬、気のせいだよな。気のせいだ、全然見えてないよな。よし、うい。さあさあ、どんなステータスになっているのかな。
名前は、スライヌよろしく。強くね？うっそ。経験値ゼロの状態でこれは結構強いんじゃないの？まあ、ドラゴン、あ、まあまあ、でもあれだもんな。使ってるライン数が他のやつより多いもんな。え、にしても、ほぼマックスまでカラー使い切っている森田先輩とそんなに遜色ないぞ。まあ、さすがに経験値の差で森田先輩の方が強いは強いけど、ドラゴンとか肉よりは今の時点で勝ってるから、ちょっとこれ犬用なしかもしんないね。犬じゃねえ。肉だ。スライ犬って名前のせいで、ごちゃごちゃになってるから、それは技が肝心だ、技。愛子富士さん、気絶1ってどうなんだろうな。ドラゴンも気絶は1だったよね。気絶の効果は明らかに強いんだけど、相手をなんか一旦休みにするっていう1ってのがな、成功率的にいまいちそうには感じるけど、まあ、愛子富士も強そうだよな。愛子になったらこっちが勝てるってことでしょ。電話。電話取ったら切られました。よし。これはちょっと肉は用済みかもしれないな。いやー強そう。左手の関節がすごい不安定。脱臼してそう。大丈夫かな？よっしゃ。公式戦行こうか。公式戦行って、たらまた新しいパーツかけるようになるかもしんないから、そうだからね、ドラゴンとかはあえてまだかけるラインいっぱいあるけど書き足さないでおくんだよ。翼が来てほしいな。絶対来ると思うんだよね。だってなんかパタパタ飛んでる落書き使ってる人いたもんね、コンピューターのキャラで、海ギャラリーとかでさ。だからドラゴンを羽ばたかせるためにまだ書き足さないという。あれ、二人とも何してんの？頭にうんこついてるよ。牛座、あのね、あの人を治す薬はカラー石がいるんだよ。あ、そっか、ガリレオさんの落書きだと思われる人があれだ、病気になってんだ。まあ落書きだからそうだよな、カラー石がいるわな、治すなら。青の、開けなきゃいけないの？いや、あるけど。俺のガラス席も、そうだよ。お前らが海ギャラリーで稼げばいい。俺は公式戦行ってるから。てか、街の人に事情を話したら、貸してくれんじゃないの？カラー席ぐらい通れない。うっそ、公式戦行けないの？おい、てめえ、めかんねえ。青のカラー席が手に入ったんです。うおー、くれよ。あ、そっかそっか、なるほど、こういうやつとデュエルして青のカラー席を巻き替え。腹立つな、なんかこいつのキャラクター。おっと、ついにこの時がやってまいりました。海ギャラリーで勝負です。よーし、カラー席ゲットだよ。とりあえず帰ってきて、ちょっと待ってな、海ギャラリーの前に青のカラー席ってこれのこと？200しかねえな。どんくらいありゃいいんだろう。どんくらいありゃ直せんのかな。そういうの教えてよ。
大体どんくらいいるんだよって。つか自分で集めろよあいつだ。そう、人にばっかり頼りやがって子供のうちから。ああいうのが得な大人に何年だよ。あのメガネ一回倒すぐらいで足りんのかな。青のカラー席持ってるっつってたけど、まあ、とりあえずやるしかないわな。こんにちは。おう、三体さん。はい、やりますよ。何？うわー、結構強い。え、強くね？200超えとか。甘くねえな。大丈夫かこれ。あ、でもカラー席は負けてももらえんだよね。今までそうだったよね。よし、じゃあスライヌを出陣させよう。不安だな。なんか負けたらかっこ悪いな。では私の落書きを紹介しましょう。はい、どうぞ。スライヌ行け。ドン。かっこかわいい。強そうだ。そうだろ、分かってくれたか、よかった。うわ、全然弱そう。スライヌに比べたら。いきなり気絶かましてやっか。え、あえて気絶3とか持ってんだけど。うっそ、ちょっとあれ食らっちゃいけないな。バリアだ。おし、あぶねえ。気絶さん撃ってきた。バカめ。よし、これで何、防いだ魔法の PP を吸収って、そんなのあるんだ。これで攻撃が通るな。盛り上がってまいりました。盛り上がってねえよ。別にギャラリーもいねえし。チャージか。てかこいつヒットポイントえぐいなおい。さっき魔法で与えた分、魔法っていうかバリアで跳ね返して与えた分全部回復されたじゃん。これすげえ不利じゃない。その上チャージ後の攻撃が次来るから、どうしよっかな。こっちもチャージするか、ちょっと勝負しに行くか。でも相手は魔法当てたそうなんだよな、一旦目の感じからすると。 PP22 で気絶さんもう一発撃てるぐらいだし、だからここは跳ね返しに行く。うお、まあ、アイコならまだ。マシかな。チャージ後だから怖いな。強いんだが。ここはチャージで行くよ。うわ、魔法来た。アイコウイジって結構強いんじゃないの。スライヌも覚えてたけど。うわー、魔法の後だから攻撃は確実に通るけど、相打ち狙いで来た場合やばいよな。行こう、攻めよう。あ、よかった、バカでよかった。頭割り、メガネかけてるくせに、メガネかけてるくせに頭割り。どうしようかな。いや、でももうあんまり強い魔法打てないし、魔法にこだわってこない気がすんな。攻撃を読んで、魔法を当てに行こう。お、相打ちか。あ、そっか、くっそ。あ、これ死んじゃうんじゃねえ。うわー、腹立つ。打倒キバっつった、キバ様のこと。やっぱあの人強いんだ。パイセン頼んますよ。ここはお前しかいねえ。魔法打った後だから攻撃絶対通るし、確実に仕留められる。あー、でもチャージか。めちゃくちゃ回復すんじゃん、チャージで。卑怯じゃねえ。届かんかった。うわ、これまずいな。食らいたくねえな。チャージで確実に行くか。いや、でもバリア呪いにしか、一番弱い魔法しか打てないから、さすがに魔法来ないと思うんだよな。まあ俺が今攻撃打てない状態だし、魔法打ってこないだろ。だから
だからちょっと待てよ、どうすればいいんだ。バリア打ってきそう。でも相打ち狙いでバリア、うわっ最悪や。強すぎね。まずいぞまずいぞまずいぞ。次は魔法が来る。相打ち狙い。ふわー、次こそ魔法来るからバリア。よし、やべえよ、森田先輩死んじゃうよ。どうすっかな。おっと、戻した。あの実況風の喋り方腹立つな。こっちは実況プレイやってんだぞ。強そうだ。どんな技を出してくるのか。チャージして回復すれば一発ぐらいなら耐えられるだろう多分。だからチャージ、その次のターンは森田先輩の素早さなら先手を取れる。アイク封じ当たるなよ。バイヤー、攻撃が当たると信じたい。うわもうふざけんなよ、強くね。やめてくださいよ。くそ、嘘、マジでドラゴンで二人抜きしなきゃいけないの。ドラゴンそんなに書き足してないし経験値も溜まってないから強くはないんだよな。攻撃の後だからまあバリア安定ってことかな。はい、打ちか。うん、両方ともバリアを出した後だから魔法の打ち合いになるはず多分。さあ、どんな技を気絶当てるしかねえかなこれも。よっしゃ、戻った。くそ、1じゃそうそう効かないか。強い。強すぎねえ。また聞いたよ、強すぎねえかこいつ。やべえよ、これチャージしても耐えらんないぞ。もう攻めるしかないじゃん。攻撃あかんやつ。もうそりゃそうだよな、相手も攻撃出してくるよなこの場面は。ダメだ。圧勝、これが力の差なのか。腹立つ。普通に殴りたい、普通に殴りたい。くそ、紺色を800、青を800。よしよしよし、まあまあまあ色は手に入ったし、元から持ってた200と合わせて青今1000も持ってんでしょ。1000もあれば十分なんじゃないの。どうなんですか。どうしよう、太郎のとこ戻ればいいのかな。でもなんかさっき太郎にさ青持ってるって言われて入って押してもさ、やったーっつっただけでの、あ、そうか、寝てるあの人の、あの人って言っちゃうけどあれ落書きなんだよね、まあ、モノだ、モノのところに行けばいいのかな。ワイのカラー席使うかって、ワイのカラー席使ってもええんやでって。金のとこで寝てたよな。ヘイヘイボーイ、ワイのカラー先つこうてもええんやで。はあ、どこ行きゃいいんだよじゃあ。何足りない、ひょっとして足りないのかな、足りないのかな。だ、具体的にいくつ必要か教えてよ。ほん本当にさ、いつまでもうんこ乗っけてバカみたいに。へえ、うんこ頭に太郎乗っかってんぞ。うん、青のカラー席じゃないと買えないんだって。え、何が。うん、あ、話の続きがあったんだ、俺があんまり話しかけてなかったんだ。なんだよ、持ってるって。だから薬をどこで売ってるんですか。うん、な
るほど。え、何どうすりゃいいの、おばちゃん。薬をつく、あーやっぱりやっぱりって、ごめん、あんまりやっぱりって思ってなかった。いやー、ムカつく。ちょっとまた巻き上げなきゃいけないのか。あなたは？いらっしゃい。音楽って素敵だよね。あ、おい、カラー席。よーし。なんだい？デュエルだよ、この野郎。これこれ。喧嘩だよ。今すぐここで勝負しろ。なるほどな。さ、海ギャラリーの勝負ってさ、今までの感じだと予約入れられたよね、他にも。こいつらみんな青のカラー席とか言い出すんじゃないの？ほら。あ、違った。くそ。はははなのです。知らねえな、このガキ。でも子供弱いからな。子供弱そうだから戦おうかな。子供弱い理論で。君は？うん。あ、なんだ。別にみんなが言うわけじゃないんだ。青のカラー席俺持ってるよって。嬉しい。うん。俺の青のペンジェルが最近よく輝いてるんですよ。なんだ？え？青、え？青のペンジェル？何？カラー席くれんじゃないの？こいつも一応予約しとくか。よっしゃ。よし。まあ、とりあえず二人ほど予約して、まあ時間的に一旦セーブして休憩かな。また次回青のカラー席集めましょうか。あー、くっそー。強かったなー、さっきのメガネ。